で、簡単に説明しますと、4つの運命は、うん、そのイメージから、うん、王様、軍人、うん、学者、うん、職人、うん、と名付けられています、うん。なんで、あの欲求の4タイプをやった方は、うん、王様っていうのは注目、うん、軍人っていうのは指令、うん、学者っていうのは、うん、法則、うん、職人っていうのは、うん、理想と、うん、イコールと思っていただいて結構ですと、うん、もう運命が決まってるんですと、うん、王様はスポットライトを浴びる運命にある人ですと王様おめでとう、はいはい、ぜひスポットライトを浴びましょう、うん、あなたの欲求はそれを求めているんです、うんうん、で軍人さん、うん、3をつけちゃうんですよね、うん、軍人さん、うん、軍人さんは困難に打ち勝つ運命にある人です、はいはいはい、なんでこの軍人さんにとっては、うん、もう常に困難があり、うん、それを登るっていうのが、うん、達成したい、そう、うん、DNA に埋め込まれている人、うんうんうん、で学者、うん、学者っていうのは真理を見通す運命にある人でございます、うんうん、で職人っていうのは、うん、もうこの人は理想を極めるしかないんですよ、うんうんうん、っていうふうに書かれています、うん、で肝心なのはこの人の幸せっていうのは、うん、4つの運命によってもたらされているという点ですと、うん、簡単に4つの運命っていうのを紹介させていただきます、うん、王様、うん、王様っていうのはスポットライトを浴びる運命にあります、うん、良きにつけ悪しきにつけ気がつくとみんなの注目を浴びてしまいますと、うん、この運命の導きによって王様は目立ちたがりでノリだけのお祭り好きと思われることもあります、うん、が実際は勝負で負けても、うん、惜しいねって慰められさえすれば、うん、心休まり、うん、他人に対していつも温かい気持ちで接する人懐っこい人です、うん、と言われています、うん、で軍人さん、うん、軍人は困難に打ち勝つ運命にあります、うん、そのため決して困難を避けて通ることをせず、うん、周囲の人や状況と果敢に戦い努力し最後には勝利を収めます、うんうん、この運命の導きによって軍人は負けず嫌いで常に勝ち負けや順位にこだわる人と思われることもあります、うん、が、うん、実際はより良い仕事、うん、より素敵な恋愛、うん、より素晴らしい家庭を目指し、うん、努力を惜しまない人ですと、うんうん、なのでそのカチカチって貪欲なんじゃなくて、うん、ちょっといいのを常に目指している人、うんうんうん、なんていうふうに置き換えてもらえれば結構だと思います、うん、で学者さん、うん、学者は真理を見通す運命にあります、うん、そのため知れば辛くなるような情報でも、うん、目を背けることができません、うん、常に冷静に分析し真実の答えを導き出してしまいます、うん、この運命の導きによって学者は言いづらいことも平気で口にする冷血人間と思われてしまうことがあります、うん、が実際は誰にでも分け隔てなく公平に接し、うん、常に冷静で合理的であろうと努力する人なのですと、うん、なんでそうなんですよね、うん、この一見なんか冷たい感じで物事を言うんですけど、うん、これは全然悪意とか、うん、そういうことじゃなくて、うん、誰に対してでも同じように接してますと、うん、これこうすればいいじゃんって気軽に言っちゃうって話ですよ。そうですね、 それを、うん、あの攻撃と受け止める人もいるし、うんうんうん、あ建設的な意見だねって言える人もいるし、うんうんうん、っていうことですね。で職人、うん、職人は理想を追い求める運命にありますと、うん、そのため適当なところで妥協をしたり納得したりせず、うん、どこまでも理想を胸に誇り高く生きようと努力を惜しみませんと、うん、この運命の導きによって職人は頑固者、生真面目で神経質な人と思われることもあります、うん、が実際は目先の成功にこだわらず、うん、自分の信じるように物事をきちんとやり遂げること、うん、人間らしく生きることを大切にする人なのですと、うん、なのでその、まあ、例えば軍人さんが勝ちだとすると、はい、結構人を蹴落とすのが戦いだと思っている、う
うんうん、あ人生だと思っている、うんうんうん、から人を平気で蹴落とす、うん、っていうのは君も蹴落とせばいいんだよ、うん、って思ってるから、うん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 、それが人生だろ、うん、っていうのを、うん、多分この職人の人は多分しないんでしょうね。人間は違うだろう、うん、っていうところがあるんでしょうね、うんうん、はい、っていう4つの運命がありますと、うん、なのでまず大切なのは自分がこの中のどの運命に属するかを正しく判断しましょうねっていうふうに書かれています、うんうん、ちょっと幸せについて考えてみようっていう、はい、うん、岡田斗司夫さんからの金言でございます、うんうんうん、幸せの定義の話をさせていただきます、うんうんうん、幸せとは自分の運命を知り生かしていくことですと、うん、この4つの運命、うん、もしくは4つの欲求っていうのは、うん、あなたの心の中にある欲求の偏りを利用して分類していますと、うん、なのであなたの運命と能力は何の関係もないよと、うんうんうん、なのでその職人だから絵がうまいとか、うん、学者だから頭がいい、うん、学校の成績がいい、うん、っていう法則はここでは成り立ちませんと、うんうんうん、王様だから目立ってる目立つ能力がある、はい、人前で上手に喋れる、はい、というわけではないみたいなわけではないっていうことですね、うん、その世間では普通自分は〇〇の才能があるから〇〇になろうといった、うん、あの考え方をする人が多いですが、うん、それは大きな間違いですと、うん、あなたの運命の流れに逆らい、うん、欲求を無視することになってしまいますと、うん、あなたにとっての幸福とは才能を生かすことではなく、うん、運命から湧き起こる欲求を満たすことだからですと、うんうん、なので自分の才能を生かす職業を選ぶんじゃなくて、うん、自分の運命に見合った職業を選ぶべきです、うん、もちろん偶然にもその能力と欲求を一致させることができればその人は幸せですねと、自分の才能を発揮できるところがちょうどその欲求とリンクしているが、なかなかそうは問屋は下ろしません と、 自分の運命によって職業を選ぶっていうのは極端に聞こえるかもしれませんが、じゃあこういうふうに言い直しましょうと、うん、その職業固有のやり方、うん、倫理観を重んじては不幸になる、それより自分の運命による欲求を満足させるように努めよう、うん、っていうふうに言ってるんですね、うん、で、実例で説明しますと、うん、まずはじゃあ軍人さん、うん、まあ、ちょっとタイプの説明をする前に申し訳ございませんと、うんうん、軍人さんの幸せを考えましょうと、うん、例えば軍人で絵が上手い人は、うん、絵描きになって出世階段を駆け上れば一番いいでしょうと、うんうんうん、批評家からより高い評価を得て5いくらという値段がライバルより早く上がることを励みにすれば、うん、その軍人さんにとってはそれが幸せ、うんうんうん、ところが芸術界では出世を目指すっていうのはタブーですと、うんうんうん、批評家は言いますと、うん、絵には魂の叫びが必要なんだよ、うんうんうん、って信じてもないようなことを書いたりしますとはい、はい、うん、なんか思い当たりますよね、それ分かります、はい、もちろんその軍人さんの描く絵で、うん、技術で、うん、魂の叫びっぽい絵うんうん、が書ければ問題はないと、うん、ただ意地悪な批評家の目は、うん、ごまかせそうにないから、うん、そのもっと稼げる別の業界に転職を考えましょうと、うんうん、イラストや漫画業界など、うん、その絵の才能を生かせるジャンルは他にもいっぱいあると、うんうん、そのファインアートをするんじゃなくて、うんうん、その技術を生かす、うんうん、芸術じゃなくてスキルみたいな、そう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 、うん、でそれで評価されれば軍人さん満足でしょって、うんうん、でも自分は芸術家なんだから、うん、もっと魂の叫びがなければとか、うんうんうん、ありもしない欲求を自分の中に探しても無駄なことですと、うんうんうん、あなたの運命はそちらの方に流れているからいるわけではないからですと、うんうん、その
運命を探さなければ、うん、叫魂の叫びを、うん、っていうのはあなたを不幸にするだけですと、うんうんうん、その座禅を組んで人間を磨こうとしたり、うん、自分の 中身を作ろうとしても軍人さんは仕方がないと、うん、軍人のあなた、うん、あなたの心の大部分は、うん、いつも外を向いていますと、うん、というのも、うん、あなたの幸せが自分の外側にあることを知っているからです、うん、それなのにいきなり内側を見ても、うん、空っぽなのは当たり前ですと、はい、あの俺は出世しか考えられない、はい、ダメなやつだ、うん、と悩む必要もありませんと、うんうんうん、内面が大好きな職人は、うん、実は自分が好みだけ主張するエゴイスト野郎なのですから、うん、どっちもどっちなんですよと、うんうんうん、っていうのを僕が読んだ時に楽になったんですね、うん、ですよねってよく言うんですよ、うん、その心の一致がなければね、うんうんうん、っていろんなところに書いてあります、うんうんうん、でもそれが必要じゃない人もいるんですよ、うん、っていう話ですよね。多分もうだってそれが本能ですもんって言ってる感じですもんねあなたの本能はそこですみたいな、はい、なので無駄なんですよ、うん、っていうのを読んで、うん、あ楽になったや楽じゃーんって、うん、なった二度兵でございます、はい、続きを読みます、はい、じゃあ職人の幸せ、うん、要は、軍人から見れば、うん、自分の好みだけ主張するエゴイスト野郎ん何軍人から見たら、はいはいはい、職人は、はい、ああ職人は、はいはい、自分の好みだけを主張するエゴイスト野郎ですうんうん、うん、でも多分、うん、職人から軍人を見ると、うん、出世しか考えられない、うん、ダメなやつなんですよ、うんうんうん、そんな職人の幸せはい、はい、反対に、うん、職人で、うん、話術が巧みなあなたは、うん保険の勧誘員になることでも、うん、なることも悪いことではありません、うん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 、要は例えばあの適切なアドバイスができるって話ですか、ね、そうなんです、うん、自分の巧みな話術で、うん、きちんと納得してもらってから、うん、契約を取ってくるのが、うん、あなたのやり方だとすれば、うんうん、それを貫くのは、うん、あなたの喜びになるでしょう、うんうんうん、ところが、うん、会社側が、うん、あなたにノルマを課して、うんうんうんとにかくどんなやり方でもいいから、うん、一件でも多くの契約を取ってこい、うんうん、って言い出したら、うん、あなたは不幸にならざるを得ませんと、うんうんうん、俺のやり方はダメなんだろうか、うんうん、私のやり方はダメだったのかしら、うんうんうん、と悩んでも仕方がありませんと、うんうん、それはあなたのやり方がダメなんじゃなく、うん、会社があなたに要求する欲求と、うん、あなたの持っている欲求が食い違っているだけなのですと、うんうん、あなたの運命はそちらの方に向かって流れてないのですと、うんうん、なのでどうせ俺は社会でやっていけないダメな人間だとか、うんうん、もっと向上心を持たねばとか考えて、うんうん、わざわざ不幸になっても仕方がありませんと、うんうん、第一あなたが団長の思いで、うん、あなたのやり方を曲げて、うん、たとえトップになったとしても、うん、それで喜ぶのは会社だけですと肝心のあなた自身はちっとも嬉しくないはずですとそれを心の底で知ってるからこそあなたはそんな契約件数にはこだわれないのですとわかる気がしますわかる気がするんですよそうなんですよもうあのこれまたどこの本でも言ってますが自分で決めていいんですよ決めるのは自分でいいんですよっていう行動自分の行動をそう、うん、会社がこうやってやれって言った、うん、もう決めるのは自分でいい、うん、幸せは自分で決めていいって言うんですよね、うんうん、すいませんはいで、うん学者の幸せ、うん、学者の人が、うん、プロジェクトの責任者に任命されあもう苦しそうごめんなさい苦しそう、うんうん学者の人がプロジェクトの責任者に任命され、うんみんなに好かれるリーダー、うん、良いリーダーになろうとするのも無茶ですと、うん、学者ですからね、うん、学者の欲求を生かして、うん、どの仕事をどの順番で誰にさせるか、うん、といった方面で管理能力を発揮できれば、うん、
あなたがそのプロジェクトリーダーの責任者に任されるのは何の問題もない、うん、要はどの仕事をどの順番で誰にさせるか、うんうん、向いてそうですよね、うん、しかし、うん、学者のあなたが似合いもしないのにみんな飲みに行こうぜ、うん、で誘ったり、うんうん、この葉っぱをかけたりしたりするのも無駄でしょうと、うん、人望は上がらず、うん、懐は寂しくなり、うん、帰る時間が遅くなる、うんうん、しかも自分はこんなに努力しているのに、うん、向いていない方向で、うん、信頼を得られない、うんうん、と不幸な気分でいっぱいになることを受け合いですと、うん、あなたの運命はそっちの方に向かって流れていないのですと、うん、無駄なその飲みに行こうぜとか、うんうん、葉っぱをかけるのはやめましょう、うん、王様の幸せ、王様の人が、うん、例えば大学教授を目指す時も注意が必要ですと、うん、まだ助教授だというのにテレビなんかに出演すると、うん、それだけで睨まれますと、うん、そうですね、うん、要は偉くない時に、うん、その上の人を差し置いて、うん、目立つ、はい、目立ちに行く、うん、あ、ちなみにあのこの本がですね2001年の本なので、うん、まあ、かれこれ22年前の本、うんうんうん、との情報と思ってもらって、うんうん、例えばエジプト発掘で有名な Y 教授、うん、いましたね、吉村教授ですねこれ、うんうんうん、はまだ助教授時代に先輩の教授からテレビに出まくっているやつなど、うん、俺の目の黒いうちは教授にさせない、うん、と昇進に反対され続けたそうですと、うんうん、まあ学者っていうか、まあ日本がそうなんでしょうね、うん、というのは多分根回しですよ。まあよく堀江もさんも言いますよね、うんうん、T シャツで行ったから、うん、球団が持てなかった、うんうんうん、その点うまくやったので楽天っていう教あの、うん、球団があるみたいな、うんうんうん、学者というのは本来そういうすぐ目立つような派手なことをするべきではないという偏見が未だにアカデミズムの世界では強いと。だからといって派手な行動を慎み学問に没頭しようとしても王様タイプのあなたは不幸になるだけです。だって目立ちたいんだもん、発見したら言いたいんだもん、発見したって僕が発見したよってやりたいんだもん、うん、王様の運命は、うん、そちらの方向に向かっていないと、うん、それよりも流行っている学派に鞍替えしたり、うん、はったりの効いた論文を書いて、うん、学会の発表で、うん、いかに派手に目立つかを考えた方が、うん、王様の運命としては合ってる、うんうん、そっちの方が幸せになれる、うんうん、人生を生かすこともできる、うん、